ナポレオン金貨ナポレオン金貨とは、フランスで19世紀初頭から20世紀初頭にかけて、鋳造され、流通した金貨のことである。競技には1852年から1870年にかけて発行された、ナポレオン3世の肖像を描いた20フラン金貨のことを言うが、日本では単にナポレオンと呼ぶと、ナポレオン1世のことを指すため、ナポレオン金貨も、 ナポレオン一世の肖像を描いたものとよく誤解される。ただし、抗議の解釈としては、フランスの20フラン金貨すべてを指して言う場合が多く、さらに拡大解釈としては20フラン金貨以外の同様な金貨である5、10、40、50、100フラン金貨など、19世紀以降に鋳造されたフランスの金貨の総称として、 ナポレオン金貨という言葉が用いられる場合もある。この項では、抗議の解釈に順次20フラン金貨全体について述べる。フランスがフランを採用したのは1794年であり、翌1795年にフランは法律で正式にフランスの通貨となった。当時のフランは銀陛下1フラン、イコール純銀4.5グラムの銀本位制であったが、1803年に 登場したジェルミナルフランにより1フランイコール純金0 2 9 0 3 2 2ムという金平価が決定され、以後実質的に金銀副本位制が続いた。20フラン金貨が登場するのも1803年であり、以後1914年まで111年にわたって本位金貨として鋳造され、流通した直径2 1トル。 重量 6.4516g、金品位は90.00%。従って、純金 5.80644g を含み、これは、ジェルミナルフランの金平価に相当し、その後1865年のラテン通貨同盟の基準本位金貨でもあった。20フラン金貨には、ナポレオン1世、3世をはじめ、ルイ18世、シャルル10世、 ルイ・フィリップの各国王肖像のもの、天使を描いたもの、及び共和国の女神ケレイスやマリアンヌの肖像を描いた金貨が含まれる。ナポレオン一世の20フラン金貨極めて大量に、鋳造され、現存するために希少価値は低く、金地金価格と大差ない価格で取引され、小口の金投資の対象としても利用されてきた経緯があり、これらの金貨は、 イギリスのソブリン金貨同様に地金型金貨の先駆けとも言える。フランスの金貨には全てにミントマークと造幣局長の私的なマークであるプリビマークが刻印されている。ミントマークについては下の表に記載したが、このミントマークは金貨に限らず、フランスの19世紀から20世紀初頭のコインを研究する上には非常に重要なものである。 20フラン金貨は現在でも多くが存在しているが、ミントマークや製造年号によっては貴重なものも存在し、これらは収集価格で高プレミアム価格で取引されている。また、20フラン金貨は相当期間流通したので状態の悪いコインが多く、初期のコインの未使用クラスを見つけるのは非常に困難である。ナポレオン一世の金貨の場合、 状態の良いコインは、さらに少なく、未使用クラスのコインになれば、ミントマークに関わらず2000ドル以上の価格で取引されている。また、フランス国内ではなくオランダのユトレヒトで鋳造された、ものは人気が高く、カタログの評価はそれほど高額ではないが、実際に見かけることは、ほとんどなく、希少価値は高い。ルイ・フィリップ一世以前のコインについては、 パリ以外の造幣局で鋳造されたもの、それに状態が非常に良いものは、概ね希少であると思って間違いない。ナポレオン三世以降のコインになると、1855年にリヨンで鋳造されたものと1888年にパリで鋳造されたものが、比較的少ないが、その他のコインはすべて地金に準じた価格で取引されている。 なお、1907年から1914年名のマリアンヌタイプの20フラン金貨はオリジナルの刻印を使用して公式にパリ造兵局で再鋳造された。一般にこの再鋳貨はコインが赤みかかっていると言われているが、実際にコイン上の年号に鋳造されたものか最近の再鋳化かの判別は極めて難しい。ありがとうございます。